こんにちは、レイカクリエイターです。今日はくるくるさせながらコーヒーを描いていきます。コーヒーの模様を利用して陶器の柄も作っていきます。簡単に素敵に描いていきますので、ぜひ一緒に描いていきましょう。それではスタートです。今日はキャンパスサイズ 3000×3000、 解像度300にしています。使っていく色なんですけれども、ナイトカラー、こちらダウンロードしていただけるんですけれども、こちらの紺色を使っていければと思います。カラーコード1A678B ですね。紺色ですとか陶器のコーヒーカップをちょっと紺色していこうと思うので、お好きな色があったらその色でも全然大丈夫です。じゃあですね、今日はレトロのグルービー、こちらを使って描いていきたいと思います。前回のあのバラを描いた時にも紹介させていただいたんですけれども、こんなね、こういう模様になりますね。いちいち作り出せないこの感じの模様がなんかいいんですよねで、今日はこの模様を利用してコーヒーの雰囲気と陶器のイメージ模様に使っていければと思います。でですね、でも簡単に仕上げていくので、ブラシサイズ最大にして、じゃあですね、このブラシで1回2回回転させてみてください。でバラと同じように、ここの隣、歪みの右回りに渦巻き、左回りに渦巻きあるんですけれども、右回りに渦巻きでいってみようかなと思います。ブラシサイズ 45% にしています。でこの紺と白がね、ちょうどこう重なる感じで、こんなこうやって置くとね、くるくる回るんですね。回っていくので、白が多いんですね。で白が多いところにタップするとちょっとあまり変化が遅いので、紺色の近くでくるくる回した後に、ちょっと回ってきたなっていう時にちょっと右に少しずらすと少し歪みが出てくるのかなと思います。これを利用したいなと思います。じゃあですね、こんな模様にしたら、この模様、周りの模様を使って陶器の模様にもしていきたいと思うので、ここフリーハンドで周り外枠だけをこんな感じで囲みます。見えるかな、この周りの紺のも、ここですね、ここの部分だけを囲ってコピー&ペーストとすると、今周りの部分だけが上に来てます。これをまず、コーヒーの陶器の模様にしたいので、こちらを白矢印均一で小さくして回転させて、コップの取っ手にしたいんですね。取っ手にしたいのでこんな感じで配置しました。ここら辺にコーヒーが来て、カップが来て、取っ手がここら辺に来るので、ちょっとここら辺に置きました。これレイヤー別なので後で移動できるんですけれども、一応この辺りに置いとこうかなと思います。キャンパスサイズいっぱいいっぱいになったので、両方とも選択して矢印でちょっとちっちゃくしようかなと思います。じゃあですね、そしたらこの下のレイヤーですね、選んでカリグラフィーの水彩ペン、この水彩ペンでちょっとカップを描いていければなと思います。ブラシサイズ 60% ぐらいにして、まずこの周りを、この模様のあるところですね、こんな感じで取って、そのままにするとキュッと綺麗な丸になるので、周りの模様を消すような感じでスーッとやってもらえればなと思います。でそのままですね、下にカップを描いていきたいので、こんな感じでカップの形にしたら、中を同じ水彩ペンでバーッと埋めちゃいます。全部塗れたらそれで OK です。ただちょっとね、こうはみ出ちゃった部分があるので、台のぼかしツールのカリグラフィの水彩ペン同じのにして、ブラシちょっと細くしてこう消してあげる。もし消して、ちょっと中入っちゃったって時は、こっちから今度逆にこういう風にしてあげると復活できるので、そんな感じで模様、はみ出た模様を整えていただければなと思います。同じレイヤーに取っ手も描いていこうと思います。模様は無視して
お好きな取っ手の形イメージしながらちょっと書いてもらえればなと思います。そしたらこの取っ手のある位置にこの柄をディストーションで変形してちょっと取っ手の上に来るような感じで、これはですね、実際この取っ手の柄どう使うかっていうと、この N をクリックして下のスクリーンっていうのにするとこう透過したような感じでもうすごい綺麗な感じになるんですね。なのでちょっと今柄同じ紺と紺の色で見えづらいようでしたら、この N クリックしてスクリーンにしてもらってからいじられると見やすいかもしれないです。この取っ手のところに来るような感じですね、大体。そうするとこう陶器のような雰囲気が出てくるんじゃないかなと思います。でこの取っ手の柄を利用して複製して、でこれをですね、あの均一で角度変えてこのこっちの方に持ってきます。で大きくして大きくしたりして、この陶器のところの柄としてちょっと使いたいなと思うんですね。ちょっとディストーションでこう上の方に持ってきたりして、こうして、でこれ今柄がスクリーンになっているので、スクリーンっていうことはこの陶器のこのベースのところに映し出されて色がスクリーンとしてであの見えるようになっているので、これね、あの下の色がないところだとちょうど見えなくなるんですね。それをいいことにはみ出ても大丈夫ですし、中に入っていれば模様として映し出されるので、なんかちょっとこう模様が欲しいなっていうところにこんな感じで動かしてもらえればなと思います。こういう感じですね。ちょっとここら辺に欲しいなと思うので、例えばこれをコピー&ペーストして今上に来ましたね。でこれをもう一度スクリーンにして、ちょっと今見えづらくなってますけれども、これを上下反転にしてちょっとここら辺にも模様を置こうかなと思います。ディストーションで形を整えたりしながら、なくてもいいですね、なんか本当に一回このままでも、今これを付け足してその前のこれだけでもいいような気もしますけれども、複製してスクリーンにしてこちらを足してみました。ちょいディストーションでちょっと大きさをこう調整したりしながらかなと思います。はい、じゃああとはですね、コーヒーのこの中の色を塗って完成になります。一番下に新規レイヤーを追加してコーヒーの色を追加していきます。ナイトのこの濃いダーク、すごい暗い色なのでクラシックに行って、このままですね、ちょっとお好みのコーヒーの色にしてもらえればなと思うんですけれども、ちょっと明るめのブラウンにしました。そしたら同じ水彩ペンでもう太くして、この中をぐーっとくるくるくるっとコーヒーの色に中身だけ塗ってもらえればなと思います。今度はこのカップですね、このカップの中のこの部分だけですね、この部分だけちょっと白っぽく塗っていきたいので、このカップのレイヤーアルファロックをかけて、今茶色になってますけれども、ここからちょっと白っぽい色にして、まあ白よりも若干ちょっと茶色っぽい色かなにして、同じ水彩ペンでこのところだけアルファロックかかってるんで、このところだけ塗れるので、こんな感じでちょっとやってもらえればなと思います。塗れたらアルファロック解除して、今水彩ペンなんですけれども、不透明度弱くしてコーヒーのミルクのところ、こんな感じでぼかしてもいいのかなと思いますね。ちょっとぼかしてあげて、もしかしたらこの混ざり具合によったら、なんか全然ぼかさなくてもなんかすごいちょっとコーヒーの雰囲気が出てるかもしれないんですけれども、ちょっとぼかしてあげるとまたいいのかなと思いますね。
なんかちょっと白こんなばらけちゃったなっていう時はこのぼかしツール選んでちょっとこういらなかったなとか調整していただいてもいいかなと思いますね。はい、次に影をつけていきたいと思うんですけれども、影って本当に日の当たり方によっていろいろ変わってくると思うんですけれども、これ今ちょっと撮ってみた写真なんですが、丸い取っ手のカップが家にあったのでこれを使って撮ってみたんですね。で、実際影を描くにあたって、カップは合体させていこうと思うんですが、これ全部をね重ねると一度模様がはみ出てしまうということになります。はみ出てしまう部分を消せばいいので、模様を合体させて、今度はコップのレイヤー選択して、ここで反転とすることでコップの外側が今選ばれている状態になっています。その状態で模様のレイヤーを選択して消去とすることで、今スクリーンになっていて見えないんですけれども、コップの形に模様をカットすることができています。これをまたちょっとスクリーンに戻してつけると、この状態でやると合体しても模様は出てきて飛び出てこなくて1枚のレイヤーにすることができました。じゃあですね、影をつけていくんですけれども、コップをこのように1枚にしてもいいですし、例えば最初のレイヤーのこのコップと茶色の部分、これ合体させても影できます。なのでじゃあこれを複製して、これを複製して、コップとこの茶色いコーヒーの部分だけを合体して一番下に持ってきますね。これは関係ないので消しておきます。これを影として使いたいと思います。ちょっと見やすいようにこうしておきますね。はい、はい、今ですねコーヒー1枚のレイヤーと影用のレイヤーができています。これを色相サイド明るさで明るさをぐーっと下げて、もう暗くして上のコーヒーのレイヤー1回つけますね。コーヒーの位置ちょっと上にずらしますね。影がよく見えるように、影のレイヤーだけ選択して白矢印でディストーションでこっちをぐーっと逆に下に持ってきます。ぐーっと持ってきてビヨーンって伸ばしちゃう感じですね。ビヨーンって伸ばしちゃって、そのままこのちょっとカップの下に入れてあげるような感じ、こういう感じでこっちをこう広げてあげるですとかして、影の大きさちょっと調整することもできます。なんかこれで OK でしたら、ここのぼかしガウスで指をこう影の方向に向けてスーッと少しぼかしてあげる感じですかね。でカップなんですけれども、実際ここが丸く見えるようになってるってことは、こっちがちょっとすぼまってるんですね、カップの下が。なのでこれでもいいんですけれども、カップのレイヤー選んで白い矢印ディストーションでちょっとすぼまってるようでしたら、この下を少しこんな感じで中に少し入れてあげて、その分ちょっと上押してあげて遠近感っていうんですかね、少し入れてあげるとさらに立体的に、まあ、実際の雰囲気に近くなるのかなと思います。まあ、実際の最初がまずコップを見て描いていないので、あのイメージにはなってくると思うんですけれども、でその後また影を少しいじってあげて、でも違和感あるところは少し伸ばしてあげて、こう見るとこういうふうに影ついてるので、この辺少し影があるんですね。結構影強いですけれども、なので陶器のレイヤー、コップのレイヤー選択して、このフリーハンドで影があるなっていうところをこんな感じでこってあげる。ただこの上の縁は明るいので、ちょっと縁のところの残す感じで囲ってますね。囲ってあげたらフェザーで少し周りをぼかして、でこの色相サイド明るさですね、本当が 50% なんですけれども、19とか37とかそのぐらいでもいいのかなと思いますね。影入れたらやっぱりハイライトで
フリーハンドで明るいところを囲っていきます。プラスここで戻るときは2本指で戻れます。ちょっと広くしようかな。プラスでこっちもプラス、はい、もうじゃあこんな感じで上の縁のところ広く取りました。プラス今4箇所選びました。フェザーで 17% ぐらい、ちょっと広めにしましたね。ぼかしを少し広めにして、色相差で明るさで 67% ぐらい明るめ強くして、陶器のこの明るくした方が綺麗かなと思ったので少し上げました。さらに余力あれば上にレイヤー追加して、白にして、同じ水彩ペンでこれを選択として、このコップの中にだけ強いハイライトのところをちょっと白で少し描いとこうかなと思うので 15% ぐらいにして、上のレイヤーにちょっと入れときたいかなと思いますね。シュッと持ってきて、結構薄くなっちゃいました、ね、シュッと、こっちの縁の方もで少しハイライトを入れると雰囲気出るんですかね。かな、ちょっとこのぼかしツールで少しちょっと、少し整えときました。今日はですね、あと簡単に始まったんですけれど、影はちょっと影を入れて本格的な道へとずりずりと来てしまいましたね。影なくても全然素敵だと思いますし、ちょっと影を入れることでハイライトも加えることでよりちょっと本格的な感じになると思います。こちらも楽しくやってますので、ぜひ皆さんも参考になることとか楽しんでやっていただけることがあるといいなと思ってます。ぜひ近くにあるご自宅にあるカップを見て書かれてもすごくいいと思います。ぜひトライしてみてください。本日はご視聴いただきありがとうございました。